今回紹介するのは日本の皆さんにお伝えしたい48のファイという本です私は厚切りジェイソンさんの漢字ネタだけではなく物事の考え方にも共感していましたそして1日で読破してしまいましたこの本の素晴らしい点は外国人アメリカの視点から日本の社会 新人に対する疑問を提示していくことですさらに言葉の使い方が安っぽい自己啓発本とは違い日本人と比べても遜色ないところです具体的に印象的に残ったのはファイ36の「〇〇したら夢を追いかけるという人は永遠に次の何かを待っていると」とファイ38の「一日が24時間じゃ足りない」 足りないとか考えちゃダメ。その制限があることを前提でどう使うことを考えた方が楽の2つです。私は早林治先生と共通して、著者に対して知性を感じるのは学歴だけではなく、限られた資源を最大限に使い結果を出したいるということです。お金、時間の使い方を知らない人ほど〇〇があれば〇〇ができるのに、 ととたらればのことを言っている気がしますあえて不満足な点を述べるならこの本書に寄せられた質問はツイッターもベースにしており質問も著者が答える必要のないものがいくつか含まれている点ですこれらを考慮しても中身の値段は1500円以上だと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。